こんばんは。ああ、いらっしゃいませ。何かお探しですか？ええ。私はスコット・シェルビー、私立探偵です。折り紙殺人の件を調査しています。いくつか質問があります。私の息子は死にました、シェルビーさん。何も言うことはありません。念のため、名刺を置いてきます。お構いなく。その必要はありません。喘息の薬はあります？ちょうど切らしてて。せっかく来たのに何も収穫がないままなのも。奥の右側の棚です。ありがとう。おいおい、お菓子落ちてるじゃん。そんな簡単に買えるの？いらっしゃいませ。ん？何かお探しのものが終わりですか？強盗ちゃんだな、これ。レジの金をよこせ。おかしな真似はするなよ。レジを開けろってんだ。カウンターに金を置け。くそ、聞こえないのか。さっさとレジを開けやがれ。すごい。いいえ、あなたにこの金を盗む権利はない。私が一生懸命稼いだ金だ。渡せます。いや、おい、お前、こっちだ。やっちまったね。こっちに来い。はいはいはい、動くな。いや、どっちやねん。手を挙げろ。こっち来いとか、動くなとか。さっさと手を挙げないと撃つぞ。はいはいはい、挙げても撃つ人は撃つけどね。じゃあどうするつもりだ。誰かが店に来て通報するかもしれない。この状況から逃げおおせる勝算はないんだぞ。店に入ってきたら頭を打ち抜いてやる。イライラさせんじゃねえ。イライラさせんじゃねえ。イライラすると何するかわからねえぞ。わからねえって言ってるやつかけて大丈夫だよ。ああ、私はスコットだ。君はなんて名だ。いやいや、名前聞くな。アントリューだ。アンデリュー答えたな。慌てないで落ち着くんだ。誰も君を傷つけはしない。当たり前です。みんなが冷静になれば全て丸く収まる。ですよね。俺は冷静だ。何も問題ない。マジか。警察が来るかもしれないんだぞ。彼らはお前ごとき気にはしない。口を開く前にお前を撃つだろうな。俺をビビらせようってんのか。いやいや、ビビってるやん。ビビってるやん。警察なんかヘイとも思っちゃいねえ。いや、ビビってるやん。来たら全員撃ち殺してやる。全員、何人？君には大切な人はいないのかい？うえ。ガールフレンドとか家族は？ああ。娘が。娘が一人。いるんかい？ジェシカって名だ。ジェシカかわいいじゃん。ジェシカが今の君を見たらどう思う？確かに。考えろ。最悪の事態になった場合を。ちょっと中腰なんやけど。いいか、時間の無駄だ。銃を置いて出ていくんだ。忠告してんのか。忠告するのは俺だ。なんやね。ナイストレイ。危うく口に乗せられるところだったぜ。何残っちゃう。さあ、金。おおおおえー、ない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 、危ない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 よ。うわ、おっさん殴った。おっさん銃取った。あ、取った。いい、手に取れよ。本当にありがとうございます。ここにあなたがいなかったらどうなっていたことか。いや、おってもね。無駄足ではなかったわけだ。それじゃあ、え、帰るの？私の息子レザーがいなくなった時、ロッカーのチケットが入った手紙を受け取った。おう。ロッカーを開けるとこの箱があった。おう。何を意味するのかはわからないが、息子を私から奪った男からの何らかのメッセージなのかと思って。男って決めちゃうの？
見てもいいかな。靴箱やな。どうかお役に立てるのでしたらその箱を持って行ってください。私はレザを助けることができなかった。でも他の子供を助けることができるかもしれません。濡れるよ。シェルビーさん、なんすか。生きていてもいいことなんてないと思い始めていましたが、それは間違いだと分かりましたよ。いや、こいつどうすんの。ジェシカのお父ちゃんどうすんの。早く警察呼ぶなりなんなり。余裕かい。広いな。あ、びっくりした。どこで、なんて格好で寝てんの。風邪ひくよ。裸足だし。あ、何これ、何この洗面所。ちょっとちょっとこれ、こっちこっちこっち、なんじゃこれ。いいなこれ。なんか倉庫みたいな家いいね。濡れてます顔。夜中に起きてきて何をしてるのって感じ。え、ちょっと待って、こっち行って。寝起きで何してんのとか。水飲まないの。え、これどこなの。寮か何か。こういうの必要か。起き抜けにシャワーとかきついよね。洗わないの頭。臭くなりそう。もう、そういう原始的な拭き方をするの。あ、当たっちゃう当たっちゃう。自分で拭いてくれよ。
お風呂入ったら下着も変えましょうね。と言いたい。この辺のものは何も触れないんだね。トイレだし。なんだろうこの感じ。なんか誰かいるっぽい感じ。何これ、面白いこの家。お、ベッドがあるのにこんなとこ寝てたの。端っこ。やっぱ誰かいるよね。全然違う方に行くし。余裕だね。音がしたのに。怖いのとかやだよ。急にガーンって出てくるとか。冷蔵庫開いてるし。おかしい。ほら。危機感を持て。危機感を持て。全く持ってない危機感。ペタペタ歩いてあんた。じゃあ行けんしよ。全く危機感がないな。なんか出てくるやろ多分これだったら。まだこっちから。なまで。なまで。気づけ、何かに。ほら。出た、何か出た。ほら。ほら。ほら、でかいのいた。誰かいる。部屋の中に誰かいるわ。だからってそこに。机の上の電話。助けを呼べる。いや、呼べない呼べない。唯一の逃げ道、たどり着けば逃げられるかも。はい、たどり着けば。バカじゃないのあなた。ほら、どんくさいどんくさい。あった、なんでそら。思いっきり強盗じゃん。痛いな。なんなんこの強盗。いった。うわわわわ、危ない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 危ねえなこの野郎。裏剣なんなんやねん。もうやめて、本当に怖いから。本当か。何人いるのよあんたら。2人いるの。
痛い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 強っ強い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 っつーの痛ってーなーキークちょ待って待って、ほんと待って待って、強いなこの子、つかなんじゃこら、やめてくれやめてくれ、ほんとに怖いからもうやめて、ほんとにやめて、痛いっつーの、痛っ最低やな、いたー、すごい強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 い、いったい、もういい加減にして本当に、うわ来た、うわ死んだ、はあ夢、めっちゃ夢やし、どういうこと？いやーこんな感じですね。はい、ありがとうございました。